この取り組みは薬局の利用者のお薬ノートに電話でお金の話は詐欺と書いたカードを入れるなどして偽電話詐欺を未然に防ごうと小木警察署と地元の太平薬局などが連携して行ったものです。警察などによりますとお薬ノートを活用した啓発活動は県内では初めてということです。警察によりますと県内では今年1月から7月末にかけて警察や保健所を語り家族構成を聞くなどのいわゆるアポ電が290件ありました。前の年と比べ100件ほど増えているということで警察官と薬局の職員が注意を呼びかけていました。お薬ノートについてはこのように空いているスペースがありましたのでここを活用して常日頃から目にしてもらうことによって偽電話詐欺被害防止の啓発活動をすることとしました。警察によりますと県内では今年1月から7月末までに15件の偽電話詐欺被害が確認されていて被害額は合わせておよそ1960万円に上るということです。